君の稲妻マーク愛が止まらないペットボトルに隠された INZM への熱い思い SNS 騒然岸くんのペットボトルに稲妻マーク INZM と CDTV でまさかのリンク運命を感じさせる奇跡にファン歓喜最近 SNS で話題になっているのはナンンバーアンダーアダライン愛の岸やサブとくんのインスタグラムストーリーそこには彼が手にしたペットボトルに描かれた稲妻マーク そして、そのマークが、彼が所属するグループナンバーアンダーライン愛の新曲、INZM のミュージックビデオや、彼らが今夜出演する音楽番組、CDTV ライブライブのロゴにも使われているという、なんとも不思議な一致。この偶然の一致に、ファンたちは歓喜し、SNS は、岸君、まさか宣伝してる。気づけば日常に稲妻マークが、と、彼の愛らしい行動に沸き立っている。 岸くんがドリンクを飲んでいるシーンでは、岸くんが何気なく持っていたペットボトルに稲妻の跡があったことにファンは大喜び、彼があえてそのマークを正面に向けてカメラに見せるかのように行動する姿が、ファンにとってはまるで彼が自分たちに特別なメッセージを送っているかのように感じられるのです。このような小さな気配りが、ファンとの絆を深め、彼らにとっての特別な瞬間として心に刻まれることになります。一体、 この稲妻マークにはどんな力が秘められているのか。そして、岸くんの行動の裏には、どんな思いが隠されているのか。今回は、この岸くんの稲妻マーク愛と、その背景にある、INZM の力について、深く掘り下げてみたいと思う。まず、なぜ岸くんは、わざわざ稲妻マークのペットボトルを選んだのだろうか。彼のインスタグラムストーリーには、 さまざまな角度から撮影された稲妻マークが映し出されている。まるで、ファンに見せたい、アピールしたいという彼の強い意志を感じさせる。もしかしたら、彼は、普段から何気なく手に取る飲み物の中に、この稲妻マークを見つけたとき、何か運命的なものを感じたのかもしれない。INZM は、ナンンバーアンダーアダインア i にとって初めてのオリジナル楽曲。メンバー全員が作詞・作曲に参加し、 彼らの熱い思いが込められた力強いナンバーだ。その歌詞は、夢に向かって突き進む彼らの決意と、自分自身を信じ続ける大切さを歌っている。ミュージックビデオでは、稲妻が光り輝く中で、メンバーは力強く歌い、踊り、その姿はまさに、稲妻のように輝くという言葉がぴったりだ。岸くんが、INZM の稲妻マークに惹かれたのは、単なる偶然ではなかったのかもしれない。 もしかしたら、彼は、この楽曲に込められた強い意志や、自分自身を信じ続ける大切さを感じ取り、それを表現したいと考えたのではないだろうか。そして、彼の行動は、ファンたちの心を大きく揺さぶった。ファンたちは、彼の行動を通して、改めて、INZM の素晴らしさ、そしてナンバーアンダーライン愛の力強さを感じたのではないだろうか。さらに、岸くんの行動は、 ファンたちの間で INZM への関心を高め、楽曲の再生回数やダウンロード数を増加させる効果も期待できる。INZM のミュージックビデオは、公開されてからわずか数日で、再生回数が100万回を取った。ファンたちの熱狂は、まさに、稲妻のように広がっている。しかし、この稲妻マークは、単に INZM を宣伝するツールとして機能しているだけではない。 それは、キシ君のナンバーアンダーライン愛への愛を表現する、もう一つの象徴となっている。彼がインスタグラムストーリーに投稿した画像には、稲妻マーク以外にも、ナンバーアンダーライン愛のロゴや、メンバーとの写真が数多く含まれている。これらの投稿を通して、彼は、ナンバーアンダーライン愛への強い愛と、メンバーに対する深い信頼を、ファンに伝えている。キシ君の行動は、 ナンバーアンダーラインアイのファンだけでなくキング・プリンスのファンそして多くの音楽ファンにも大きな影響を与えている彼の愛らしい行動は多くの人に INZM という楽曲を知らしめ彼らの心を動かす力を持っているファンたちはその意味を探り解釈しようとします例えば岸君がスマホを充電している時にも INZM マークが表示されていることに気づき そのことに対して喜びを感じるファンが多いですこのマークが一体何を意味しているのかそしてそれが彼のキャリアや将来の活動にどのように関連しているのかを考えることがファンたちにとっての楽しみの一つとなっているのですまた岸くんが普段着でリラックスしている様子が映るとファンたちは彼の彼氏感にときめきを感じます普段見せない一面を垣間見ることができる瞬間がファンたちにとっては貴重であり その一瞬一瞬が特別な思い出となって心に刻まれます。さらに、その瞬間に見せる岸君の笑顔や表情が、ファンにとっては何よりも癒しとなり、彼らの日常に彩りを与えてくれるのです。こうした日常の中の小さな瞬間が、ファンにとっての大きな喜びとなり、彼らとの絆をさらに強くしていくのです。そして、このような瞬間が、ただの SNS 投稿でありながら、まるで、 日常の魔法のように感じられる理由は騎士くんがファンとのつながりを大切にし彼らに対して心からの感謝と愛情を持っているからに他なりません彼の誠実さと優しさがファンたちにとっての特別な存在としての位置づけを確固たるものにしているのですこのようにして騎士くんのインスタグラムストーリーは単なる日常の一コマでありながらもファンにとってはかけがえのない宝物となり その一つ一つが彼らの心を動かし、感動を与え続けています。そして、その感動は、彼のファンに対する愛情の深さを物語っており、その愛情が彼の SNS 投稿に込められているからこそ、ファンたちはその一つ一つに対して深い共感を覚えるのです。彼の投稿には、常にファンへの思いやりがあふれており、その思いやりがファンたちの心に響き、彼らにとっての日常の魔法として機能しているのです。 この日常の魔法は、ファンにとって日々の生活を彩るものであり、彼らが岸くんを愛し続ける理由の一つとなっているのです。そして、その魔法は、これからも彼のファンたちにとっての特別な存在であり続けることでしょう。INZM は、単なる楽曲ではなく、夢に向かって突き進む力、そして自分自身を信じ続ける大切さを教えてくれる、希望の光のような存在。そして、 岸くんの稲妻マークへの愛は、その光をさらに輝かせ、多くの人に届ける役割を果たしている。彼の行動は、まるで、稲妻のように、私たちの心に衝撃を与え、新たな光を照らしてくれる。そして、この岸くんの稲妻マーク愛を通して、私たちは改めて、INZM の力、そして、夢に向かって突き進むことの大切さを、深く感じることができるのではないだろうか。 これから、岸君は、どんな形で、INZM の稲妻マークを私たちに届けてくれるのだろうか。彼の今後の行動に、期待せずにはいられない。岸優太さんのインスタグラムストーリーが、最近、ファンの間で大きな話題になっています。その理由は、一見すると単なる日常の1コマを切り取っただけの投稿でありながら、その裏に隠された、稲妻マークが、 彼のファンにとっってて特別な意味を持っているからですこの稲妻マークが岸くんの日常にどのように溶け込んでいるのかそしてそれがファンにどのような影響を与えているのかを探ることで私たちはただの SNS 投稿がどのようにして日常の魔法へと変わるのかを見いだすことができます岸くんのインスタグラムストーリーはただの SNS 投稿にとどまらずファンとの深いつながりを表すものであり そのつながりがり彼の活動動を支える原動力となっています。そしてその原動力が彼のこれからの活動をさらに輝かせ彼自身の成長へとつながっていくことでしょう。このようにして岸くんの SNS 投稿はファンにとっての日常の魔法として機能し続けておりその魔法がこれからもファンたちの心を照らし続けることを願っています。